ピア様、前よりお聞きしたかったことが一つ。ん？何？アウラ様とはあまり仲がよろしくないご様子ですが、何か特別な理由でもあるのでしょうか？本気では悪くないと思いんす。わらわの創造者であるペロロンチーノ様がそう決められんしたから、適当にからかってるだけ。だいたいペロロンチーノ様とあのチビの創造者、ブクブク茶釜様はご兄弟ですし。そうだったのですか。昔、至高の方々がそんなお話をされていたんす。どうしました、ペロロンチーノさん。この前買ったエロゲに姉ちゃんが出てたんですよ。ああ、ブクブク茶釜さんが人気声優ですからね、あの人。期待の対策だったのに。お姉さんじゃ使えませんよね。声優なる仕事は声を吹き込むことで魂を与える仕事と聞いてありんすわ。詰まるところは生命創造系のご職業でありんす。おお、教えていただきありがとうございます、シャルティア様。偉大なるお方のお話を伺えるとは光栄の極みにございます。ところで今回の任務、シャルティア様は人間をどのように捕獲されるつもりなのですか？アインズ様からは吸い尽くして奴隷にしても我慢せんから絶対に捕まえろと言われていんす。そういう意味では今回の任務で一番の適任はデミウルゴス様だったかもしれませんね。彼のスキル、支配の受言ならばアウラ様の吐息と同じように相手の意思を操作できますから。セバス、もう一回言ってくれない？それとも竜神であるあなたがその携帯でさ、私とやり合う気かよ。そのようなことは、ただ不安に思ったのです。シャルティア様のクラスペナルティ、血の狂乱が発動しなければと。血の狂乱は抑え込んでみせんす。そうよ、アインズ様より与えられたこの役目を見事に果たしんして、よくやったシャルティア、お前こそ私の最も大切な奴隷だって褒められるでありんす。私の失言でした。